私、今の台湾がどう見てるかってことはわからないけどね、台湾の人はね、ある種ね、その韓国人にね、裏切られたっていう思いが実はあるの。つまり、朝鮮半島ってのは南北朝鮮でしょ？ね、朝鮮、北朝鮮と韓国ということで。で、反共ってことで台湾とつながってたわけよ、韓国は。要するに北朝鮮と対立してるわけだから、反共産党じゃなきゃおかしいでしょ。反共ってことでつながってたんですよ。ところがある日手のひらを返して、中国と国交を結ぶ時に台湾と断交したんです。その時にね、台湾の人ってね、やっぱり裏切られたっていう気持ちがあるんですね、実は。だからもう世界だいぶ経ってますからね。まあ、官僚みたいなものを日本に行った台湾に入ってるとはもう思うけども、私はちょっと今分かりませんけれども、根底にはやっぱりね、韓国には裏切られたなっていう気持ちがありますよね。で、韓国はやっぱりそれはそれでね、中国みたいな大きなところと一緒になった方、仲良くした方がいいに決まってるから、ある意味もうね、とにかく台湾をね、平利のごとく捨てたのよ。韓国の学生はね、日本語をよくできる人いっぱいいますよ。韓国の人たちは日本語を勉強する際ちょっと有利かもしれない。で、成績のいい子いっぱいいますよ。で、日本が好きなのもいっぱいいますよ。で、日本の大学へ来てね、日本の留学してる人もいっぱいいますよ。だから私たちが例えば韓国へ生徒募集に行くとするでしょ。そうすると、日本に留学した人を使わないと通訳が必要だから、それで日本へね、留学行ってくださいって言うのにさ、日本のそのいいい長所を言わなきゃいけないわけじゃないですか。日本とこういういいところがあります、こういういいところがあります、僕は日本に住んでてこういういいところがあります、こういうところを言いますと言わなきゃ、だって生徒募集にならないわけで、も最後に必ず言うの、一言だからといって、僕は別に親日じゃございませんと。それが免罪符なのよ。それは確実にそれを最後に言うんで最後すにか？必ず言う。日本を褒めなきゃいけないわけよ、生徒集めるんだから、日本に留学行きましょうっつって。だけども、最後に必ず免罪符として、とは言っても僕は別に親日じゃございませんっていうことをね、一言言わないとね、袋叩きにされるのよ。だから、まあ、なんかこう日本が好きだったりそういう人いますよ。日本はこれだけの人が日本遊びに来てるのに、全部日本嫌いっていうわけじゃ決してない。だけども、決して公の場で自分は日本が好きですと言えないような空気にあるという。で、これが全く日本と違うところなの。日本はもう韓流が平気でね、もうもてはやされて、もう何回も韓国へ行って遊びに行ってお金使ってどうのこうのって、誰も何も言わないわけでしょ。で、もう平気でね、その竹島はね、あげちゃったっていいんじゃないのっていうことを言うは最新聞の論説委員もいるわけだしね。で、これがね、韓国になると万が一よ、独島をね、日本にあげてもいいんじゃないとかさ、あれはもともと日本の領土じゃないっていう人がいたら、これはもうね、国賊ですよ。絶対にね、韓国ではね、生活できなくなっちゃう。こういうようなね、雰囲気の違いの中でね、領土問題が話題になった時にね、そりゃね、日本は不利ですよ。だって無関心な人がどれだけいたか。面白いことには、中国は竹島は日本の領土だと言ってるわけで、韓国は尖閣はね、日本の領土だと言ってるわけだから、中国とね、韓国もね、それぞれね、違うこと言ってるんですよ。実は自分のことと関係なければね、まともなこと言ってんの。みんな自分の国益しか考えてないのよ。日本が一番ね、お人よしよ。自分の国益よりもね、刺激しちゃいけないとかやるなとかっていうことがずっと長いこと続いたじゃない。今やっとね、このままじゃね、大変だっていうことを少しずつ分かってきたけどね、もう竹島の場合は遅すぎるやん。もう間に合わないっすよ、はっきり言って。間に合わない。だから、もう世界だいぶ経ってますからね、まあ、官僚みたいなものを日本に行った台湾に入ってるとはもう思うけども、私はちょっと今分かりませんけれども、根底にはやっぱりね、韓国に裏切られたなっていう気持ちがありますよね。で、韓国はやっぱりそれはそれでね、中国みたいな大きなところと
一緒になった方、仲良くした方がいいに決まってるから、ある日もうね、とにかく台湾をね、兵理のごとく捨てたのよ。うん、あの韓国の学生はね、日本語をよくできる人いっぱいいますよ。はいはい、あの韓国の人たちは日本語を勉強する際ちょっと有利かもしれないで、うん、あの成績のいい子いっぱいいますよ。で、日本が好きなのもいっぱいいますよ。で、日本の大学へ来てね、あの日本の留学してる人もいっぱいいますよ。だから私たちが例えば韓国へ生徒募集に行くとするでしょ。そうすると日本に留学したあの人を使わないと通訳が必要だから、それで日本へね、留学行ってくださいって言うのにさ、日本のその長所を言わなきゃいけないわけじゃないですか。日本とこういういいところがあります、こういういいところがあります、僕は日本に住んでてこういういいところがあります、こういうところを言いますと言わなきゃ、だって生徒募集にならないわけ。でも最後に必ず言うの、一言だからといって、僕は別に親日じゃございませんと。それが免罪符なのよ。それは確実にそれを最後に言う、最後に必ず言う。日本を褒めなきゃいけないわけよ、生徒集めるんだから、日本留学行きましょうっつって。だけども最後に必ず免罪符として、とは言っても僕は別に親日じゃございませんっていうことをね、一言言わないとね、袋叩きにされるのよ。だからまあなんかこう日本が好きだったりする人いますよ。日本はこれだけの人が日本遊びに来てるのに、全部日本嫌いっていうわけでは決してない。だけども決して公の場で自分は日本が好きですと言えないような空気にあるという。で、これが全く日本と違うところなの。日本はもう韓流が平気でね、もうもてはやされて、もう何回も韓国へ行って遊びに行ってお金使ってどうのこうのって誰も何も言わないわけでしょ。でもう平気でね、その竹島はね、あげちゃったっていいんじゃないのっていうことを言うは最新聞の論説委員もいるわけだしね。で、これがね、韓国になると万が一よ、独島をね日本にあげてもいいんじゃないとかさ、あれはもともと日本の領土じゃないっていう人がいたら、これはもうね国賊ですよ。絶対にね韓国ではね生活できなくなっちゃう。で、こういうようなね雰囲気の違いの中でね、あの領土問題が話題になった時、反共産党じゃなきゃおかしいでしょ、反共ってことでつながってたんですよ。ところがある日手のひらを返して中国と国交を結ぶ時に台湾と断交したんです。その時にね、台湾の人ってね、やっぱり裏切られたっていう気持ちがあるんですね、実は。だからまあ、もう世界だいぶ経ってますからね、まあ官僚みたいなものが日本に行った台湾に入ってるとはもう思うけども、私はちょっと今分かりませんけれども、根底にはやっぱりね韓国ね裏切られたなっていう気持ちがありますよね。で、韓国はやっぱりそれはそれでね、中国みたいな大きなところと一緒になった方、仲良くした方がいいに決まってるから、ある日もうね、とにかく台湾をね、兵理のごとく捨てたのよ。うん、あの韓国の学生はね、日本語をよくできる人いっぱいいますよ。はいはい、あの韓国の人たちは日本語を勉強する際ちょっと有利かもしれない。で、うん、あの成績のいい子いっぱいいますよ。で、日本が好きなのもいっぱいいますよ。で、日本の大学へ来てね、あの日本の留学してる人もいっぱいいますよ。だから私たちが例えば韓国へ生徒募集に行くとするでしょ。そうすると日本に留学したあの人を使わないと通訳が必要だから、それで日本へね、留学行ってくださいって言うのにさ、日本のその長所を言わなきゃいけないわけじゃないですか。日本とこういういいところがあります、こういういいところがあります、僕は日本に住んでてこういういいところがあります、こういうところを言いますと言わなきゃ、だって生徒募集にならないわけ。でも最後に必ず言うの、一言だからといって、僕は別に親日じゃございませんと。それが免罪符なのよ。それは確実にそれを最後に言う、最後に必ず言う。日本を褒めなきゃいけないわけよ、生徒集めるんだから、日本留学行きましょうっつって。だけども最後に必ず免罪符として、とは言っても僕は別に親日じゃございませんっていうことをね、一言言わないとね、袋叩きにされるのよ。
だからまあなんかこう日本が好きだったりする人いますよ。日本はこれだけの人が日本遊びに来てるのに全部日本嫌いっていうわけでは決してない。だけども決して公の場で自分は日本が好きですと言えないような空気にあるという。でこれが全く日本と違うところなの。日本はもう韓流が平気でね、もうもてはやされて、もう何回でも韓国へ行って遊びに行ってお金使ってどうのこうのって誰も何も言わないわけでしょ。でもう平気でね、その竹島はね、あげちゃったっていいんじゃないのっていうことを言うは最新聞の論説委員もいるわけだしね。でこれがね、韓国になると万が一よ、独党をね